私がまだ5歳の頃のお話です。ある日、父と母は黒い服装、僕は幼稚園の入学式のような格好でお寺に行くことになった。その当時、親は車など持っておらず、徒歩で行けるような近場でした。その寺の入り口は、裸電球で照らされてるだけのガラス入りの木製格子でできた敷地外の引き戸。その引き戸から中に入ると、下駄箱と寺の中に入るための引き戸がある。靴を脱ぎ下駄箱に入れ、中に入る引き戸を開けると、畳と線香の香りがして幼稚園の体育館より少し狭いぐらいの空間に、小学校などで使われる蓋のない下駄箱の棚が列をなして奥までびっしり並んでる状態で、その靴を入れるすべてのボックスの中には、ひな人形のような日本人形が1体ずつと、ろうそくが2本立てられていた。ここに来る前に母が僕に。僕にはお兄さんかお姉さんがいたはずなんだけど、生まれてくる前に亡くなったから今度お墓参り行こうね。と言っていたことを、その光景を見てここがそうなんだと理解したことを覚えてる。人形はどれも優しそうな表情をしていた。親がある一つボックスでいろいろやってる中で、僕はちょっとの冒険心でその棚の中の人形を見て回ったんだ。ほとんどのろうそくは火が消えていたが、空間の一番奥、僕の身長くらいのボックスのろうそくには火がついていた。自然とそこに目が行く。その中にも人形が置いてあるんだが、他の人形より着物が古く、ろうそくの火の光があるにもかかわらず暗かった。人形の表情も悲しげで、気になった僕はなんとなく目を閉じて手を合わせてみた。目を開けるとその人形はなんとなく怒ってるような、睨みつけてるような怖い表情になっていた。怖くなった僕は親のところに走って戻ったんだ。今あったことを言う前に、走ったことで母親が僕を叱った。叱った声と同時に、戸締まりのような音がして、大きな揺れが襲ってきました。大人が立っていられないような揺れ。なんだけど人形が落ちてこない。人形が動かないのではなくて、ボックスから出るか出ないかのところで人形が止まってる感じ。そして、しゃがんでる僕らを冷たい表情で見てる。揺れが激しくなる一方なので、下駄箱がある部屋に逃げるために父が僕らの手を引き、引き戸を開けた瞬間、揺れが収まりました。その場所でしばらく様子を見て、大丈夫だと判断した父が片付けをするために戻ろうと入り口に立ちました。が中に入ろうとはせず、時間にしたら20秒くらいなのかもしれないが、人形の置かれる部屋をじっと見つめてるその父の表情は青ざめていきました。そして思いっきり引き戸を閉め、僕を抱きかかえ、母の手を引き、靴も持たずに逃げるように外に出る瞬間。引き戸を勢いよく閉めた反動で開いた隙間から、あの古い着物を着た人形が引き戸に挟まれる形で僕らを睨みつけていました。その後、大人になって、その時のことを父に聞きました。あの時戻ろうと部屋の中を見たら、ボックスの中にあるすべての人形が、こちらを向いて口をパクパクさせていたそうです。そして、あの後すぐに家に帰ったが、何一つ物が下に落ちていないことが気になり、知人に電話で地震があったかどうか確認したが、地震はなかったことがわかり、その夜は眠れなかったと話していた。僕はその後、たまにあの人形の夢を見るんだ。夢の中で人形が無表情で、変われ、変われ、変われ。とずっと囁いているんだ。